今回はアウトドア用のシリコン製のお鍋 C2 サミットの XPOT 2.8 リットルを紹介します。シリコン製でこんなに薄いお鍋なんですけど 2.8 リットル、プリムスの 2.1 リットルお鍋と比べると薄くなってます。蓋も透明で中身が見えて、シリコンの取っ手で収納時に固定もされてます。非常によくできたお鍋。外して湯切りの穴もついてる。注意事項、冬の間使っていたんですけど普通に使えます。下の部分だけはアルミが貼り付けられて、でこれ広げるとかなり使いやすい、形も使いやすい。こんな感じ、シリコン臭さとかも全くなくて、形状的にも使いやすいお鍋でした。さっきの 2.1 リットルお鍋と比べるとこんな感じ。形状的にもアウトドアですごく使いやすかった。やっぱり2リットルだと若干ちっちゃい、この範囲からはみ出しちゃうとシリコンが熱で傷むんですけど、まあ普通のアウトドア用のバーナーだったらそんなに気にすることはないぐらい広い底面です。折りたたみも簡単。で蓋を閉めて、透明の蓋は使いやすい。沸騰したしないもすぐに分かってかなり便利でした、うん。新年会するときはギア担当になって、いつも持っていくのは大鍋と、あとトング。お鍋するときは必需品です。 MSR のお玉、これはもうまな板として使ってます。まな板として使わなくてもおつまみ入れとして使えるので新年会の時とか便利です。普通の包丁、ビクトリノックスのケースに入れてるんですけど、中身は最近新調したエマーソンデザインのペティナイフ。めちゃくちゃ細い。C2 サミットの XPOT 2.8 リットルを新調して1年使ってみて、なかなか使いやすかったので紹介しました。やっぱりこの薄くなるのは便利です。